皆さんこんにちは。今回は注目の女性騎手今村聖奈さんについてお話しします。今村聖奈さんは2003年11月28日生まれの滋賀県出身の騎手です。身長158cm、 体重47kg、 血液型は B 型で、立東トレーニングセンターに所属しています。2022年3月に寺島良久社から騎手デビュー、3月5日に阪神競馬 1R で初騎乗し、リンギングフォンで発着、3月13日の阪神競馬 8R をブラビオで制し、デビューから17戦目で初勝利を挙げました。彼女の活躍は多くのファンに希望を与え、女性騎手の地位向上にも貢献してきたと言えるでしょう。そんな今村さんですが、最近怪我の報道がありました。2024年6月26日函館競馬場での調教中に落馬し、右肩を負傷したのです。今村さんは自身のインスタグラムで、水曜の調教中に右肩を初めて脱臼しました、精密検査を受け来週に手術を受けることになりましたと報告しています。今後については手術の経過を見て体と相談しながら復帰に向けて頑張っていこうと思うので、特に目処も立っていませんと説明しました。この怪我により 2,3 週間ほど騎乗を見送ることになりました。師匠の寺島氏はどのぐらい時間がかかるのかを含め、こちらに戻ってしっかり検査しますと述べています。今村さんの怪我は女性騎手の相次ぐ負傷の一つとなりました。今年の函館では古川奈穂騎手が6月15日の函館 8R で、小林美駒騎手が6月23日の函館 12R で負傷して戦線離脱しており、女性騎手の怪我が続いている状況です。一方、今村さんと同期の角田大河騎手にも大きな騒動が起きました。2024年8月1日の20時30分頃、角田騎手が運転する自動車で函館競馬場の芝コースに侵入するという前代未聞の事件が発生したのです。角田騎手は JRA の事情聴取に、花火を見るためだった、酒は飲んでいないと説明しましたが、この説明に疑問の声が上がっています。函館競馬場と花火大会の会場である函館港の緑の島との距離はかなり離れており、花火を見るには適していないとの指摘があります。角田大河騎手が8月1日の夜、函館競馬場の芝コースに車で侵入するという前代未聞の事件を起こしました。角田騎手は花火を見るためだったと説明し、 JRA から騎乗停止処分を受けました。しかしこの説明には疑問の声が上がっています。函館競馬場と花火大会会場は5キロも離れており、花火を見るには適していません。ではなぜ角田騎手は競馬場に侵入したのでしょうか。いくつかの可能性が考えられます。まず同乗者がいたことからカッコつけようとした可能性、自分が普段走る場所を車で走ることで印象付けようとしたのかもしれません。または実は飲酒運転をしていた可能性、飲酒運転だと警察沙汰になるため花火を見るためと嘘をついたという推測もあります。さらに誰かに騙されたり脅されたりしていた可能性も考えられます。角田騎手の騎手生命を絶つために誰かが仕組んだ可能性もゼロではありません。この事件により角田騎手は騎乗停止処分を受けることになりました。しかしこの処分に甘いという声もあり、警察沙汰にしていないことからJRA が身内の不始末を身内で片付けたのではないかという疑念も生まれています。ここで角田騎手についてお伝えします。角田騎手は2003年5月21日生まれの滋賀県出身で、今村さんと同じく立東トレーニングセンターに所属しています。身長165センチ、体重46キロ、血液型は B 型です。特技はバスケットボールだそうです。角田騎手はJRA 所属の調教師である父光一さんと兄大和騎手も馬に関わっているというジョッキー一家の出身です。幼い頃から馬や競馬場が身近にあったにもかかわらず、今回のような事件を起こしてしまったことに多くのファンが失望を感じています。そんな角田騎手ですが、過去には今村騎手との熱愛の噂がありました。2022年10月に今村騎手が投稿した京都観光の写真に、角田騎手が同じ場所で撮ったと思われる
今村騎手の後ろ姿の写真をコメントしたことがありました。また2024年5月には両騎手がスマホの不正使用で30日間の騎乗停止処分を受けています。今村騎手がジョッキールームにスマホを持ち込んで話していた相手が角田騎手だったのです。さらに2022年7月に今村騎手が重賞初騎乗初制覇を達成した際、角田騎手が嬉しくて抱きつきそうだったと発言したこともありました。これらの出来事から2人の関係を恋人同士と見る向きもありましたが、実際には本当に仲のいい幼馴染という可能性の方が高いのではないかと言われています。そしてこの事件の後、さらに衝撃的な報道が流れました。元騎手の藤田真嗣氏が自身の YouTube チャンネルで角田騎手の訃報を伝えたのです。藤田氏は、角田大河君亡くなったらしいです、確かな情報が入りましたので先に伝えておきますと述べました。さらにスタッフが電車にと話していたことから、 JR 千歳線で発生した人身事故との関連性が噂されています。8月2日午後3時15分ごろ、札幌市厚別区の JR 上野幌駅構内で20代の男性が快速エアポートと接触して死亡する事故が起きました。この20代の男性が角田騎手ではないかという噂が広まっています。しかしこの情報については真偽が定かではありません。一方で撮り鉄が転落したという情報もあり、状況は混沌としています。8月4日には辰川寿喜や元騎手の SNS で競馬予想アカウントが角田騎手について生存確認済みと投稿したという情報も出ています。ただしこのアカウントはすぐに鍵付きになってしまったため、真相は依然として不明です。このような状況の中、今村聖奈騎手の精神状態を心配する声も上がっています。幼なじみでありライバルでもある角田騎手の事件と、その後の噂される訃報、過去には熱愛報道も噂されたほどの間柄、自身の怪我も重なり、今村騎手の心身への影響は計り知れません。これらの出来事が重なったことで、今村騎手の引退の可能性を指摘する声も出始めています。怪我の回復に時間がかかることに加え、精神的なダメージが大きいのではないかと懸念されているのです。今村聖奈騎手の今後の動向に多くの人々が注目しています。同時に競馬界全体としては、若手騎手たちへのサポート体制や事故防止のための取り組みなどを再考する必要があるかもしれません。今回の一連の出来事を教訓として、より安全で健全な競馬界を作っていくことが求められています。今村聖奈騎手の回復と角田大河騎手に関する真相の解明を待ちつつ、競馬ファンの皆さんは彼らを温かく見守り応援し続けることが大切だと思います。騎手たちの安全と健康が何よりも優先されるべきであり、それぞれが自身のペースで回復し成長していけることを願うばかりです。今後の動きに注目ですね。いかがでしたでしょうか。今回は今村聖奈騎手について怪我や引退の可能性、角田騎手との関係、一連の出来事に関しての噂などお伝えしました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。